数年に一度クラスの強い寒気の影響で、日本海側を中心に大雪となっています。近畿地方では記録的な大雪となり、車が立ち往生するなどの影響が出ています。兵庫県朝子市と滋賀県彦根市では、明け方にかけての24時間に降った雪の量が統計を取り始めてから最も多くなりました。彦根市では国道8号で大型トラックが動けなくなり、 一時2キロにわたって多くの車が立ち往生しました明日朝までに降る雪の量はいずれも多いところで北陸で90センチ、東海近畿で80センチ、東北で60センチ、関東甲信で50センチなどと予想されています太平洋側でも大雪になるところがあると予想されていて気象庁は路面の凍結や雪崩、電線などへの着雪に注意を呼びかけています